い、毎度タロスです。はい、今日はちょっとね、長野県のね、今ちょっと山道で走ってます。まだ雪解けでね、パラパラみぞれ降ってんのかな、ちょっと怖い感じ。あ、間違えた。そうなんですよね、友達から言われてたこと言います。あ、毎度安物のトムハンクスタロスです。はい、なんかね、僕のちょっと仲間でね、ドライバー友達が、なんかタロスってトムハンクス入ってるよねって言われて、それでちょっと挨拶してよって言われて、前々からやろうかなと思ったんですけど、トンと忘れてしまって、昨日もちょっとね、ちょっと突っ込まれて、じゃあもうしょうがないから、あ、次回からなんとか形として頑張るわということでやってみましたけど、いかがでしょうか。もう全然似てへんからとかそういうコメントはいらないんで、自己満です。はい、でね、今からね、ちょっとトレーラーでもね、初めて走るで、この道自体も久しぶりに通る道なんですけど、新和田トンネルなんです。はい、これ確か三佐山かな、三佐山峠が料金が無料だったんか。新和田トンネルはまだお金かかるんだったね。で、僕ほんでこれ2入りのトレーラーなんで特大になると、だから、大型車両の 1.5倍、2倍近くかかるかな。大型が通行料金1100円ぐらいやったかな、確かね。ほんで特大車両やると1700円かかるので、ほぼ 1.5 倍ですね。まあ、たっけえわ。セブンイレブンもあったんです。セブンイレブンも、ね、なくなってたんですよ。で、そのなんでセブンイレブンって言ったかというと、そこでこの和田トンネルの、回数券かをもらえるんですよ。もらえへん買うんですよ。だいたい1000円やったら1000円の10枚、11枚つづりか、11枚つづりなんやけども、10回分の料金で1回割引つく感じの回数券が買えるんですけども、そのセブンイレブンがなくなってたんですよね。あららって感じで、その今ね、ちょっとうちら撮影してましたけどね、この撮影してるためにその、セブンイレブン大きかったんですけども、そこ泊まろうかなと泊まれなかったので、あららと。で、今来たらさっきも通った時に、料金所跡っぽいところがあったんで、もしかしたらこれもしかするぞっていう、どういうことやねんってことやけど、もしかしたらタダで行けるんかってことは、これちょっとありかもね。ここね、道で言ったら、上信越道の東武湯の丸降りてまっすぐ行くんですよ。152号線にぶち当たって、その後142号線になって、ひたすらもう142号線を本線まっすぐ行くんですよ。ほんなら新和田小岩トンネルで、この新和田トンネルっていうところに差し掛かるんですけども、これね、この道をここで差し掛かるんですけども、これね、はい、岡谷のインターまで続いてるんですよ、この道が、中央道の。だからこれ知っといたらちょっとお得ですよ。だからたまにね、僕ら仕事で小牧とか、あとその
ね、中京って言って、あの愛知県あたりですよね。愛知県岐阜とかそういうところで、おお、トンネル抜けたらちょっと白いぞ。雨かな。まあその中京あたりで、まあ仕事終わらしてから、たまにもうほんま暇の時、あのごめんやけどちょっとあのうんごめんなーい、仕事ないから、でも関東からの帰りの荷物あるから、ぼちぼち関東からで上がっといてって時があるんですよ。たまにね、もう真っ白、これはちょっと怖えな、たまにあるんです。でその時でも僕らはまあその時は19号から諏訪抜けて、んでそうですね、20号通ってって感じでやってたんですけど、これ楽だ、この道知っといたら楽です。これもしこれがね、もう少しでナビでは有料区間が切れるんですよ、ナビの表示では。なのでこれをね、これがもし無料やったらちょっとありですね。あ、無料っぽいな、無料かな。大体この峠入る手前にあったんです。あ、無料やな、あ、これ無料あってんだ。でこれね、こういう峠今ね、ずっと上りやったんですよ、上り坂の峠やったんだ。今からだんだん徐々にもう坂も下り坂だ、上ったら下がらなあかんからね、上ったら下がらなあかんから、今下り坂の時にまあずっとだるい下りで、まあ、グラグラする。今からほらヘアピンですわ、絶対ね、峠道の前絶対ね、1個か2個あるんですよ。でこういう時でもね、あの排気とかエンジンブレーキ効かせていかないと、まあ、今の車はトラックはそうそうないんですけど、昔のトラックやったりとかするとブレーキが焼きついて、下り坂の時にブレーキ、フットブレーキ使いすぎて焼きついて止まらないっていうのがあったんですよ。そのためにここ和田峠あるかな、左側の場合、左側にね、ブレーキ焼きついた人のための緊急回避路、壁みたいな坂があるんですよ。だから下りになってるけど、そこは上り坂の砂利が置いてあるんですよ。ここに突っ込めって、そういうところがあるんですよね、峠道って。で特にね、ここ信州とかやったらね、やっぱ雪深いところなんで、どうしてもね、もし雪とかなった時にでもそういうのを知っといたら、うん、スタッドレス履いとっても、チェーン巻いとっても、曲がらん時、止まらん時はあるんですよ。そういう時はもうそういうのを思い出してくれたね。なのでね、これね、やっぱ峠道っていうのでも、なんぼね、それが国道やからといっても絶対走ったらあかんでっていう峠もあるんですよ。で地図ではね、えげつないヘアピンじゃんっていうのがあるんですよ。でも行ってみたらね、結構大きな緩やかなカーブを、まあ、弧を描いた感じのヘアピンとかもあったりもするんで、だから今はね、そうですよね、僕がね、このトラック乗り始めた時ってちょうどほんまにスマホとかで航空写真とかストリートビューが出だした頃だったんですよ。だから一応そういう情報がね、分かるわけですよ、航空写真とか見て。あ、今見えるかな、今ちょっと覗いてくれたけど、ここ緊急避難所ってここです、ここに突っ込むんですよ、もしブレーキ焼きついたりすると。だからこういうところでは、まあ今ねエンジン回転数がっていう警告音になったけども、そんな無視してやっぱもう下げたって、できるだけフットブレーキの負担を減らして下りをやっていかないとブレーキがつくっていうのがあるのでね。どうしてもほんで10トントラックとか4トンもそうだけど、まあ、荷物積むとね、その慣性の法則、慣性の法則っていうんですか、重いものが違いな、
ければ重たいほどスピード乗っていくわけですよ。で重ければ重いほどスピード乗っちゃったらブレーキもきつくなるわけですよね。当たり前の話。そうなってくるとやっぱりきつくなってきて、なんかそれが何回も何回もあったらブレーキ焼きつくからっていうね。まあこれで、まあ、ああお前ブレーキ焼きつかしたんか、下手くそやのっていうのは昔よく、言われてたと言われてなかったとか、まあそんな感じです。まあ、で僕もねこれね今ねトラックもね、昔に比べたらもうだいぶ良くなったと思いますよ。だってでオートマやしね、なんもね、まあ自分の思い通りにねオートマのねギア変速、オートマがねギアをねチェンジしてるのが自分の感覚ではね、どう言ったらいいの、自分のイメージした感覚ではタイミングとかで変速はしてくれへんけども、でもやっぱそのミッションに比べるとやっぱね楽です。上り坂とかねちょっと踏みっぱなしでいいし、踏むか外すかでいいからね。だけどもう僕もね乗り始めた時にミッションだったんですよ。それで昔ね道知らずに、でも、乗り始めた時と都市から ETC が、ETC の料金が上がって、ほんで深夜割引を昔は半額やったんですよね。半額やったのが3割に変わったんですよ。3割、昔はもう5割、昔はもう5割引きやったんですよ。で、とりあえずもうここもありますよね、結局来たの。ただ僕、自分の地元の京都の道すら大して知らなかったんですよ。長距離、そんなやつが長距離行くというて、関東の道だったり、そんなんで、信州だったり、もう見知りませんよ。でも知らない中、もう Google マップ片手にね、関東に住んだら、あ、ここ道通れるな、国道やな。それ国道は基本大型通れるからっていうのを聞いてるから。でも行ってみたらめっちゃ混んでたりとかね、して、ある土曜日ですよね、関東で住んで帰ろうかなというところで、ちょうど神奈川がこの辺に住んだんですよ。川崎。で川崎じゃないかな、ごめんなさい、御殿場とか足柄とかその辺ですね。住んで、まあ、知らず知らずもとりあえず道行ったら、このずっと沿岸通り1号線が走ってるからそっち行ったらええわと行ったんですよ。行ったらね、それをまっすぐ行くでね、箱根峠がはい出てくるんですよね。まあ皆さんご存知の箱根駅伝あれですよ。それ知らなかったし、まあもうでも聞いてはいたんですよね。箱根峠行ってもいいけど、新箱根峠、箱根新道か、箱根新道をやったら全然走れるから旧道は絶対行くなよって言われたんやけど、とにかくその時はもうトンと忘れてたんですよ。行っちゃったら、まあ案の定9の方行っちゃったわけですよ。こいだらね、土曜日やったんですね。ええ、まあもうですよ、車多いだから、その静岡方面から神奈川方向に来る車がめっちゃ多くて、ほんで僕一瞬でもうなんかもうねえイニシャル D とかで出てきそうな感じの峠をねやってたんですよ。でも上りやし、ミッションやし、で後ろガラス瓶で、まあ、もう12トンぐらい積んでるんですよ。登らない、だからもうデフロック入れて、ボタン押して、ほんでからなんつか、普通基本的には大型車両って、ね、2速走りだけど1速に入れて、ほんでヘアピンのところも普通に曲がったらあかんから、もう対向車でもう大回りして、それ分かってるからもうね、反対から来るバスとかもえらい手前から止まってくれてるから、まああれは大迷惑でしたね、観光客からすると。そんなこんな待ってると、ちょっと僕はやっぱりこの峠道っていうのはちょっとね、ちょっとトラウマが、まあだいぶね
もうマシなって言ったけどね、まあ、いろいろ行きましたもん、こういうところは。これは信号を抜けた瞬間にね、そう、トンネル抜けた瞬間に信号があるんで、これをね、抜けてからもうすぐ右曲がったら岡谷なんですよ。これやんな、これ右やんな、な、岡谷インターでもいいし。あ、そっか、余裕ありましたね、完全に。やっぱりこれはありがたや、ありがたやですね。もしかして俺が知らなかったんですか。よっしゃ、1700円ばかしかかるかなと思ったから一応財布も用意したんですけど、あ、これはいいですわ、これはいいですよ。もうあとはね、2キロほど行ったらもう岡谷なんです。うん、だからこれはいいですよ。で、今日はね、ちょっとあの恵那峡のね、中央道の恵那峡のサービスエリアまでちょっと行こうかなと思ってますので、うん、まあそこで就寝しようかなという形です。でね、今日はね、ちょっとね、あんまり大したお話はできませんでしたがね、ちょっとあの、昔こんなのがあった神話な峠、神話なトンネル、うん、神話なトンネルがね、うん、神話なトンネルが、なんと無料になってたという、もしかしたら知ってるかもしれない、でも知らないとはご参考なまで、うん、それでは、安物のトムハンクスことタロスでした。